オービター2オービターはイスラエルのエアロノーディクスディフェンスシステムズで開発された UAV シリーズ。タフブックを使用した完成ステーションオービターには大きさや運用目的の違いによっていくつかのバージョンが存在するが共通して主翼にウィングレットを備えた無尾翼機であり、エンジンはオービター4を除いて電気モーターを使用している。発進にはカタパルト、回収には パラシュートとエアバッグを用いる。環状運用も可能で、その際は回収をネットで行う。管制ステーションはノートパソコン型で移動しながらの管制ができ、スイッチ一つで発信場所へ帰還する機能を備える。地上軍の近距離偵察を想定したミニ UAV。全長1メートル、全幅2.2メートルと小型であるため、 機体と周辺装備一式をバックパックに入れて持ち運ぶことが可能。航続時間は4時間、行動半径は 100km。センサーは機種と一体化したターレットに装備する。搭載できるセンサーには昼間用光学センサー D、スタンプ、夜間用赤外線センサー UG スタンプ、昼夜兼用でレーザーポインターを備えた M スタンプ、3D マッピング用の HD ライトがある。 2006年からイスラエル軍で運用開始。小海底やコルベットから運用している。2011年にパリ航空省にて発表された戦術 UAV。想定されている用途は、アイスター、砲兵隊の観測支援、車両隊の警備など。前幅4.2メートルと大型化したが、機種にカナード翼がつき、ウィングレットは上下反転して下向きになっている。 航続時間は7時間、行動半径は1 5 0トル。センサーは、オービター2と共通のものを使用できる。2015年に発表された、オービター2の派生型で、昼夜兼用のマルチセンサーに加えて2ラムの弾頭を搭載する自爆突入型 UAV である。航続時間は2から3時間で、目標地域の上空を有力し目標を発見次第突入する。 K はキングフィッシャー、あるいは神風の頭文字と言われている。2016年に発表された最新型で、オービター3をさらに発展させた、先日 UAV。全幅5.4メートルとさらに大型化し、航続時間も24時間に増した。大型化に伴い、エンジンも電気モーターから多燃料エンジンへと変更されている。センサーは機種のものに加えて、 同体下に合成開口レーダーの搭載が可能になり、他にも資ンと装備や電子戦装備にも対応する。運用国。ありがとうございます。